はい、皆さんこんにちは、村田です。今回ね、紹介するイヤホンなんですけれども、価格がね、3000円ちょっとっていうね、完全ワイヤレスイヤホンで、めちゃめちゃ安いなと思ってて、紹介するかどうかちょっと悩んだんですけども、試してみた時に意外と良かったんですね。なので、今回皆さんにね、紹介したいと思います。それがね、こちらです。楽しい会社っていうね、メーカーさんから出ている、テッラっていうね、シリーズになります。こちらね、ノイズキャンセリング機能とか外音取り込み機能みたいに、まあ今流行りのね、まあ主流になっている、まあ機能っていうのは全然ついてないんです。なので、もう極めてシンプルな音楽視聴、動画視聴、通話、まあそういった機能に絞ってるんですけれども、まあ価格が3000円ということは感じさせないぐらい、意外とね、まあ音質だとか良かったんですね。まあ使い勝手も含めて、そのあたりレビューをしていきたいと思います。実際コスパがいいもの、サブ系のイヤホンとか2台目のイヤホン持ちたい人っていうのをね、選択肢に入れてみるのもありなんじゃないかなと思います。それでは行きましょう、イントロ。はい、それではね、外観チェックしていきましょう。カラーバリエーションね、4色あります。ブラック、これはピンクかな、ホワイト、ブルーですね。で、見た目的にはね、やっぱりまあ価格相当かなっていう、正直ね、ちょっとおもちゃっぽい感じがするね、まあプラスチック感のね、あるようなデザインしてますね。まあこの辺はね、まあ価格を考えればまあこんなもんかなっていうところですね。で、この蓋部分が透明になっているスケルトンデザインですね。なので例えばこのピンクなんかで言うと、こんな風にイヤホンを入れると、ほらね、この中のイヤホンが透けて見えるようなデザインをしています。で、大きさはね、この手の中にギュッとね、収まるぐらいのコンパクトなサイズをしていますね。持ち運びには便利なんじゃないかなと思います。そしてこちら側ですね、充電ケースの方にインジケーターついてますので、これで電池残量を把握したりできますね。で、裏側にね、USB ポートがついてますので、これはマイクロ USB ですね、がついてますので、付属のね、ケーブルを接続して充電するようにしてください。で、この蓋なんですけど、結構ね、きつめなんですね。パカッと。こんな感じ。パカッとしていますので、こう逆さまに振っても蓋がね、こう開いたりっていうことはほとんどないですね。ただその一方で、こうちょっとね、力を入れて開けなきゃいけないので、ここがね、ちょっとね、不便かなと思いました。まあ、サクッとね、こう歩きながらでこうね、使いたいっていう時には、若干の、デメリットかなというところです。はい。で、音楽再生に関しては、大体ね、4時間ぐらいね、連続して持つそうです。ただね、まあ、今のね、完全ワイヤレスイヤホンの主流で言うと、まあ、6時間とか普通にあるので、まあ、それに比べるとね、電池の持ちっていう部分では、ちょっと物足りない印象はありますね。で、イヤホン筐体はこれね、カラル型をしています。丸っこいね、耳栓のようなタイプですね。そしてドライバー口径。こちらはね、10ミリのね、ダイナミックドライバー積んでます。意外と3000円のイヤホンで10ミリの口径ってなかなかね、あ、いいもん積んでるなっていう感じですね。意外とね、良かったので音質もね、後ほどチェックしていきます。で、ボタン操作に関してはこちら側に物理ボタンついてます。もう押してね、操作するボタンですね。はい、それでね、装着をしていきます。つけてみると、こんな感じですね。若干このハウジングからこのイヤーピースにかけてのこのステムの部分が少しまあ異物感は感じてしまうかもしれませんね。ただフィット感に関してはもうそもそもね、このね、イヤホン自体が軽いので、つけていて、あ、疲れちゃうなっていうことは感じにくいかもしれません。で、ただね、僕は作業中に2時間ぐらいこうずっとね、こう使ってたんですけど、その感覚で言うと先ほど言った異物感があるのか影響するのかもしれませんけれども、少しね、耳が疲れちゃう印象はありました。で、遮音性に関してはですね、結構ね、周りの音入ってきます。多分フィットしてないからだと思うんですけど、完全に耳穴を塞ぐカナル型ではあるんですが、少し隙間ができてしまうので、環境音をね、ちょっとね、入ってきて、音楽に混じっちゃうなっていう感じです。まあ、室内であれば問題ありませんけれども、外出中にね、外で使うときには、ちょっとね、外の音が気になるかなという印象です。で、ボタン操作なんですけれども、こちらをね、カチッと、こう、カチッと。押して操作する形になりますね。で、耳穴のね、この、
直でこう押し込むような感じになるので、なので結構こう圧迫感がねあるかな、ここはちょっと不快かなっていう感じです。これがもしねタッチパネルとかだったらこう触れて操作するだけなので不快感はないと思うんですけど、このね物理ボタン割とこう力を押して押し込むタイプなので、ここはちょっとねデメリットかなと思いました。で操作に関してはこちらね1回押して音楽の再生とか停止で、2回連続押して曲送りとか曲戻しで、3回連続押してボリュームの上げ下げができます。まあ低価格帯の方は完全ワイヤレスイヤホンにしては音量調整ができるのはメリットだと思います。でハンズフリー通話に関してなんですけれども、これはね意外と良かったです。結構低価格帯のイヤホンでありがちなノイズが混じっちゃうとか、喋ってるね自分の声をあんまりねこう拾ってくれないとか、結構遠くに感じちゃうっていうのをねあるあるなんですけれども、そこはね全然問題なかったですね。パソコンに接続してオンライン会議でも使ってみましたけれども、特段不便に感じることもありませんでした。通話品質はねそんなに良くはないと思うんですけれども、ただ通話品質が悪くてコミュニケーション取りづらいとか聞き返される回数が増えるとか、そういったこともありませんでしたね。なので通話に関してはスマホのね、ハンズフリー通話、あとパソコンと、ウェブ会議、どちらに関しても使えるレベルのイヤホンだと思います。続いて音質なんですけれども、まあこれは音質ね3000円でこの音かっていうぐらい良かったんですよ。なんか第一印象がすごい強いなっていうのがありました。おそらくこの10ミリの大きな口径のドライバーを積んでいるからだと思うんですけど、力強くてパワフルにこう音がこうガン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 こう押し寄せてる感じなんですね。前に出てくる音なので、だいぶねこう音圧っていう部分ではこの価格帯にしてはかなり強いと思います。で逆にそれが耳に刺さっちゃうとかね引っかかっちゃう、そういうね感覚を覚える人がいるかもしれません。そういう人はねちょっと不快に、ね感じてしまうかなーっては思いますが、例えばね、まあ EDM でこうね、結構こうテンションの上がる曲とか、トレーニング中に使うとか、そういう部分でおいては全然ありだと思います。しっかりね、こう音楽を聴き込みたいとかっていう人に関しては全然高価格帯のね、イヤホン使えばいいと思うんですけど、とりあえず BGM として流しておきたいとか、スポーツ中に使いたいとか、まあテレワークで集中してる時に、まあなんとなく聴いておきたいとか、まあそれぐらいのレベルで言えば全然問題ありません。パキッとしたね音質、張りのあるね音質が結構ね奏でてくれますので、アップテンポの曲に合うと思いますね。まあ中音域から高音域にかけての若干ねこう音量を上げた時にシャリつきがありますが、まあそれがちょっと気になるからっていうぐらいのレベルで、この価格帯にしては間違いなくコスパ高いと思いました。でただ一点ですね、この、イヤホンに関してはデフォルトで音量が大きいんですね。なのでこうね音量下げていってもボリュームの小さなゾーンっていうのが狭いので、まあ、ちょっと静かに聞きたいっていう部分に関してはちょっと調整難しいかなと思います。なので外でね音量上げて普通に聞く分にはいいんですけど、まあ、静かな場所で静かな音量で聞きたいっていう人に関して言うとちょっと不自由に感じるかもしれません。であとねこのイヤホン片耳再生にも対応しているので、この片方のねイヤホンをこう収納ケースにしまってあげれば、もう片方の耳で音楽再生ずっとそのまま続けることができます。まあテレワーク中に家族の声とかを把握しておきたい時だとか、外を走っている時に使いたい時、まあね周囲のね気配を感じながら安全に走りたいっていう部分に関して言うと、この片耳再生使えるのはメリットだと思いますね。はい、ということで楽しい会社さんから発売されているテッラ、レビューしてきましたが、いかがでしたでしょうか。まあこの3000円という価格なのでまあ例えばねサブ機として持っておきたい、ラフに使いたいとか、あとお子さんに持たせる時とか、まあそういった時にはこれぐらいのね価格帯でも十分ね音楽視聴とか動画視聴、あとは通話も使えるのでコスパ高いと思いました。でこのね詳細動画の概要欄に商品ページのリンク入っております。そちらからチェックして、吟味してください。そしてこの動画参考になったという方はグッドボタンとチャンネル登録してもらえると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。